です。さあ、そうなんですけども、今日はですね、世界の車窓からではなく、西成の車窓からと、ね、あの世界の車窓からという番組をね、シベリア鉄道とか、なんちゃってと世界のすごい鉄道をこう流してるんですけども、今日はそれにちなんで、パクって、西成の車窓からというのをお送りしたいと思うんですけども、これね、三階電車、ね、まあ、新記念車だ、神殿の新今目駅、新今目から今池までの駅を一区間、ちょっと車窓を楽しんでみようかなと、ね、爽やか、世界の車窓は爽やかですけども、西成の車窓はどんな雰囲気なのか、ね、まあ、爽やかに、あ、いいなと。あ、西成のこんなところがあるんだと、こういうイメージなんだとね、ちょっとね、皆さんこう西成のイメージをちょっとペッとね変えてほしいなと思いながら今日はやってるんですけども、それでは行きましょう。西成の車窓から、阪海電車新今目駅からこうぐーっと2駅で今池今船と今船の駅に来ました。で今度まだね、自分のチャリンコがある新今目や阪海電車チャリンコ電車ではある新二電車阪海電車の新今目駅にまた戻りたいと思います。なんかアナウンスがありますよね。あ、時間とかあるらしいですね。まあ、大変やと思うんですけども、まあ、今度あの 今からちょっとね戻りますわ、新今宮に。時間何時なんかわからないですけども、ちょっと、戻ります。それではで、こうか、こう。さあ入ってきました。これに乗ってチャリンコのある新今宮まで帰りたいと思います。はい、じゃあ乗ります。さあ、動画的にはねちょっとねチャッチーなと地味やなと思ったんですけども、あの線路の下はもう戦国時代ですからね、未だに西成っていうのはね、だいぶ30年前に比べたらマシになったと思うんですけども、であの上がちょっとね爽やかな手もちょっと取っときたいなと、上は爽やかだと西成をバカにすんなよみたいな、よろしくお願いします。提供は富士通でした。富士通でした。ではまたチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。